生きてき TV。 今年も1年もう終わりか。いろいろあったけどな。今年も何個かイベントにも参加したんだけどな、なんか充実感がないというか、何なんだろうこれは。何なんだろう。はい、どうぞ。あ、こんにちは。今日はアイアイアソシエスさんでしたよね。あ、どうぞどうぞ。はいはい。あ、いえいえいえ。今ね、ちょうど思い出したんだけど、いくつかイベントを参加させてもらったじゃないですか。すごい楽しかったんですけど、なんかね、充実感が欠けるというか、今一つこうなんかね、何が足りないような気がするんですよね。鉄不足、鉄分の不足ですよね。それって鉄道に乗ってないからの鉄不足？確かにそれかも。今年ね、あんまりね乗れてないんですよ。陸羽最新ぐらいしか乗りに行けなくて、もうねちょっとそれでね、あ、それかもしれない。哲学、哲学は不足と言われても全然ピンとこないんだけどね。哲学不足、しかも症候群、何それ、全然わかんないんだけど。それはどうしたらいいの？それ、フィロソフィーフェスティバル、哲学するを楽しもうですか。お祭り、わーってなんか楽しくなっちゃうようなお祭り。本当かな。あー、まあいいですよ。はいはい。あ、読めばいいのね。はい、これ。おー、あー、あ、クラウドファンディングするってこと？それのリターンがいろいろあるってこと。へー、よく考えましたねこれね。リターンもたくさんありますよって、そういうこと。あれ、これなんか堤さんが新しい本を出すんですか。あ、出版の記念パーティーみたいのもあるんですか。他にもお食事会とか。いやー、でも本当楽しいのかな。どうかなこれ。いやー、でもなんかそんな気分的にさ。うん、どれ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 。クランボ狩りで、エスコンチ行くんでしょ。全然行きたくない。いやー、もうなんかね、気持ち的になんかこう、なんか参加しようとかそんな気持ちじゃないんだ。え、これも、あ、これも、はい、これも、はい、あ、送信しちゃうよこれ、はい、あ、ちょっと待って、送信しちゃったし、これ。